教えないから学び取る。毎月1日に参拝に行く神社ではお祓いも行います。参拝しながらいつもこんな疑問を抱えていました。毎回参拝に来られる人数はバラバラ。多い日もあれば少ない日もある。もし多すぎてあの玉串、榊が足りなくなったらどうするのだろうか。今日がちょうどその日でした。玉串がなくなり、まだ玉串をあげていない人がいるのに、まとめられた玉串が神棚に納められたのです。一瞬ざわつきました。しかし神事は粛々と執り行われます。するとその玉串を大草で払うと、その玉串を下ろし、玉串奉天が始まったのです。その間何の説明もありませんでした。これこそが日本人なのです。口を開かずとも神事を見つめ、その意味を理解する。そして何もなかったかのように右に続く。まさに行を行い学び取る。もし説明しろという人が出たならば、それは自分の無知がそうさせる。教えてくれなければわからない。教えとは時としてこのような弊害を生み出します。それは参拝の仕方にしてもそうです。こうしなければならないという教えはないのです。人が行ってきた行が形となり受け継がれているのです。またその作法が間違っていたとしても叱る者はいません。本当にその時が来ればおのずと学び取る。その時を待つ。期待とはそのようなことではないのでしょうか。